昨年のクリスマスの贈り物は私たち家族にとってドナーさんから娘への命のプレゼントだったように思います。娘もつらい治療を目いっぱい頑張りました。お医者さんも看護婦さんも本当に一生懸命やってくれました。そして骨髄バンクの方々による迅速なネットワーク、ものすごいと思いました。でもやはりドナーさんが命がけでたくさんの骨髄を提供してくださったおかげで今の私たちがあると思います。こうしてお便りできる喜び、ドナーさんの勇気と、そしてご家族の方々のご理解も含めて拙い文章ではございますが、心から感謝を申し上げてありがとうございましたというお母さんからの手紙でした。それから娘さんから、骨髄液をありがとうございました。おかげで退院できました。私は最初骨髄バンクなど CM で、見ても気にも留めていませんでしたが、自分が病気になってみて初めて骨髄バンクがどんなに大切か、どんなに必要か分かりました。また自分に合った骨髄を提供してもらえない人がいると思います。私は将来そんな人たちに役立つような人になりたいと思っています、というこれが当時私に送られてきた手紙です。まあ、今も大事に持ってらっしゃるから大切な手紙だと思いますが、届いた時どうでした？もう私にも当時、15年前は12歳とそれから、7歳の子供がいました。ですからこの子はちょうど私たち夫婦の、真ん中ぐらいですね、 の子供の年ですね。ですから同じ、多分同じくらいのお父さんお母さんも年じゃないかな。ですのでね、同じようなこう子供、年頃の子供を持った同じ親として、もうこの子に私の骨髄をあげられたということは自分の子供にあげたというか、そんな気持ちで、もう血のには見せませんでしたけどね、一人で見て泣いてましたね。奥様が横にいるところだと奥様の前で泣いてしまうので、わざわざ一人になって呼んでは涙していたっていうところですか。でもその後はお店になったんです。